はい、どうも皆さん、ケジオです。無双オロチ3アルティメットやっていきます。今回はあれですね、何だっけ、進める前にさっきこっちですね、いやーマジ楽しみやったよな、異形の怪物と歌舞伎もの、いやーこれはもう来たでしょうと。あの前回その三成の策で、あの前田利家と誰やったっけ、前田利家と大谷さんやったっけ、大谷さんが仲間になったので、多分前田利家が仲間になって歌舞伎もんっつったらもうあの一人しかいないんで、僕がずっと楽しみに待ってたねあのキャラやと思うんで、いやもうこれ早速行きたいですね。はい、でなんか戦国さんを助けろみたいな目標なんやけど、まあ、アレス軍と戦う感じか。うん、怪物を手なずけた人間と派手な身なりの大男が神の軍勢と戦っている。派手な身なりの大男、報告を受けた前田利家は困惑していた。やからな、うん、妙な話だが戦力になれば心強い。うん、利家は仲間を連れてその地へと急いだ。その怪物を手なずけた人間っていうのが分からんけど、まあ利家、わらわもこの戦に加わるぞ。ダチあの生き物とダチになれる者がいるとはすごいの。わらわはそのものとダチになりたい。ダチって言ってたっけ、こんなガラシャちゃんって。まあそいつも気になるんだけどよ。ああ、俺は腕の立つ派手な大男の方が気になってんだ。そうそうそう、もしかしたらあいつかもしんねえ。前田刑事のおじさんやったっけ、利家って。教えよ、あいつとは誰じゃ、知り合いか、それとも家族か。まあ、でも家族みたいなもんよな。知り合いでもあり家族でもあり、目指すもん、俺の目指すもんでもある。ああ、おお、それはきっと大人物なのじゃ。いやそうね、わらわはそんなものともダチになりたいぞ。早速会いに行くのじゃ。いやダチになりたいな。おいおい、ダチってのは大きりゃいいってもんじゃねえだろ。で、もう行っちまったか。なんだかな。ああ、でもちょっと利家使えばよかったかな、今回。うん。で、おるやん。あ、猛角か。ああ、猛角と、あの、読み方忘れたけど、あれ、猛角の嫁さんよな。なんか手裏剣みたいな武器使っとるやつ。猛角と猛角の嫁さんと前田刑事や。あー、はい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 。あ、そっか、猛角はね、なんか見た目ちょっと石川五右衛門と董卓を足して2で割ったみたいなで、なんか両手にね、なんか狼の顔みたいな武器夫人から察するに持ってんのよな、確か中央の砦見て獅子舞みたいな仲間にすべきものは砦のうちにあるということじゃ。よしよしよし。てか前田刑事目の前におるやん。これの次じゃん、前田刑事。ゴツドツコツやんあれ。そんな名前言っちゃったっけ。服従なら友どもに一掃する。恋姫無双に出てきたよな。ゴツドツコツって。あいつぶっ飛ばして剣技手門を教えてやろう。おるんじゃん、刑事。おったー、噂の派手で強えやってな。来たー、てめえか。来た来た、こいつを見たかったのよ俺は。やったやった。相変わらずのはぐれ雲だな。ソーランド不思議だな。え、てか刑事なんかちょっと見た目変わっとる、これなんか前より派手になっとんな。え、あんなさ熊取り濃かったっけ、顔についとる。え、猛角もなんかもう友達です。あ、そうよ、友達よ。猛角もなんかあんなさ兜ついてたっけ。新しいなってんねや。
嫁さんは？あ、おった。祝言うか、普通に。え、祝言おる？うん、いや、猛角は絶対こんな兜かぶってなかった。ちょ、猛角どこ？ああ、祝言はなんかこんな手裏剣やったな。猛角は？え、猛角どこ？おった。え、武器変わっとる。なんかちょっとショック。猛角っつったらさ、両手にその狼の顔みたいなはめてるみたいな武器やったのよ。で、なんか無双奥義使ったら四足歩行するんじゃったっけ、あれ。あれちょっと好きやったもんな、俺。で、やっぱ猛角って言ったら、あのプレステ2のメモリーカードの画面で踊っとるっていうね。うん、そっか、猛角武器変わったんや。なんかちょっと残念。敵陣こじ開ける準備はできたかい？あの彼岸島みたいな丸太持ってみやな。こっち一方通行やな。こっちやな。あ？あそこは毒沼だからな。あー、毒沼ね。東から回り込むんだ。あたしらは慣れてるから平気だけど、あんたたちは気をつけな。はーい。あ、あのバツついとるとこ毒沼ってこと？おい、我が年寿の記憶に留めん。砦を怪物に任せちまうのかよ。あいつらはわしの家族だからなと。あいつらがこの辺に現れてからずっとわしらは一緒に戦ってきた。空飛ぶ獅子らは可愛いよ。あ、ここ行けへんやん。この子らと共にファラワも砦を守ろうぞ。よっしゃ、守りはお前さんたちに任せた。ここ通りやんやもんな。ああ、進ませてもらおうか。なんか待って。あ、なんかあれ壁壊せるんかな。草人はいねえのか。こんなんじゃ肩鳴らしにもなりゃしねえ。増援行、増援行。やつは危険だ。やつは危険よ。お、さすがは刑事だ。あいつが暴れてるだけで、その時もどんどん向こうに行っちゃう。あ、来た、イキリ、イキリ神。イキリに定評がある。敵さんもやっと本腰を入れなすったかい。にしてもこの数、ずいぶん俺を買ってくると思うんだね。いや、いいじゃない。敵を引きつけてるおかげもあって、あと少しだな。敵さん、撃ち取った。その刑事の限界じゃねえか。え、限界かな。あいつの様子を見に行ってくれ。前田刑事やったら大丈夫やと思うけど。まあ俺も行くけど。なんという屈辱。いいね。よ、何しょんの？もっとやってやんな。何しょんの？わあ、やっぱ前より派手になっとんな。なんかもうずっと前白くなかったっけ服。追い詰めるためには手段を選ばないわ。あ、なんか顔割りの人出てきた。このままではまずい。俺刑事のな、あの別衣装好きやったんよな。なんかあの坊主になれんのよな、刑事。衣装違いで。すぐ助けに行くよ。うん、俺それが好きやったよ。俺その衣装ずっと使ってたわ、前田刑事は。今回それないんかな、さすがに丸坊主刑事。こんにちは。あ、なんか説教してる。もちろん辛いよ。うっす。憎い男を消して悪に終わらせる日を。よくわからぬが、美しいのに悲しい女子。なんかあの女の人、なんか馬長に因縁なかったっけ。しっかりしな。かたじけない。
なんか成功したな。はい、ガッハッハあの図体を使ってモンゴルを壊す。お前まで破壊する気やけどな。そうしてしまえ。ここまで来たってみ。じゃあ仕上がって。ぶっ飛ばされねえのか。よいしょ。ここは俺たちに任せてくれ。任してくれ。毛角はこのまま敵本陣の門を頼む。任せろ。あ、あいつこういうやつやったんか。そうでしょ。あれ、あ、これほんで待たなあかんのか。サイクロプス随分信頼してるみてえだな。オッケー。もう家族みてえなもんだから。やった。もう忘れとった。家族になった。何もんか、何をしたかなんて関係ねえ。これ家族になったってことはもう仲間になるってことやんな。そういうことでいいよな。やっと前田刑事使えんのか。これで。それが嬉しいわ。欲しいよ。農家の申す家族とはどういうことじゃ。まどろっこしい言葉なんかで語るもんじゃないよ。うちの人の背中見てな。あ、来た来た来た。じきに分かってくるさ。おお、かっこよいということは分かったのじゃ。まだ早くして。俺も手伝おうか。おい、ぶっ壊してくれ。行ったれ。誰にも負けねえ。どうすこーい。よし。あの子やるもんだね。次は私たちが決める番だよ。A8、これにやれ。こんにちは。攻め込め。でかい面してる親玉を。我らにて無双の。そうや、でかい面してる親玉をひねり潰すんや今から。よいしょ。無茶はするなよ。やれ、ほら。本気を神に立てつこうというのか。うるせえ。うるせえ。雑魚。どっか行け。この猛角様が。え、なんか武器？え？え？なんかキノコになっとる。何これ？え、武器変わんの？ってやつだな。何これ。毛角、しくゆ、あんたらの陣見せてもらった、なあ。俺たちの仲間に会ってくれねえか。面白すぎるんやけど。コシエの仲間か。いいぜ。よし、あいつらも。この子たち、野生が恋しくなったみたいだ。気をつけて帰りな。サイクロプス君とはお別れか。元気で暮らすんだよ。てか刑事何もやってなくない？何してたん？まあいいや。改めて皆にお願いするぞ。うん。どうかわらわたちの仲間になってほしい。水くせえこと言うんじゃねえ。あ、やった。わしらはもう家族だ。家族になってる。おめえたちのことは全力で守ってやるぜ。そういうことさね。困ったことがあったらいつでも頼っておくれよ。え、てことは僕たちはどこまでもかっこいいのじゃ。まさに天下無敵の夫婦じゃの。なあ、その家族ってやつにはこの天下御免の歌舞伎物も入ってるのかい。当たり前よ。当たり前だろ。やったお前は。そうだな、やっとや。わしの弟みてえなもんだ。弟か。俺が何ちゅうの弟かい。それいい。お嬢、頼もしい親戚がまた増えちまったな。てか前田刑事ってこんななんか声やったっけ。こんななんか、まあ、声優さんは同じやけど、なんていうか、こんな低かったっけ声。
刑事てめえこの状況を楽しみやがってまあいい、みんな無事でみんな仲良くなれりゃ俺は別に文句はねえよ。わらわも文句などあろうはずがない。トシエも猛角もシクユウも刑事もみんなわらわの家族。家族は多ければ多いほど賑やかで楽しいのじゃ。大王猛角、乱世を平らげてやるぜ。猛角、火の神の末裔シクユウ、派手に燃やすよ。火の神の、へえ。どう派手に買うか。やったー一番嬉しいいやもうマジで使おういやでもこれ 100% 戦うとタイプ被るんよな。絶対パワーやもんな。 100% パワーやろあれでまあ人気はまあまあ待って待つ風ややったあ、でもそっか、刑事が仲間になったから。ちょっとさすがに松風乗りたいなちょっと性能は260、300。あーでも、いやでも速度一緒やん。いや攻撃力なんていらんのよ。やった松風乗れるね、やっぱこの無双シリーズにおいて松風あと関戸場かな、呂布が乗ってる。この2つは特別やからな。いやーテンション上がるぜ。ちょっと待って、刑事見して。戦国一、あ戦国一、あーそっか、あと秀吉か。あもう絶対パワータイプやんな。ド派手に株効果で、あでかで人気はもう丸かぶりやん、トライデントなん前田刑事クソ強いな。じゃあほぼ戦つやんなんか技も結構似てんのよな、あのコンボ。ちょっと俺これでいくかもしれやん今後よし終わるかな一旦。まあ裏で育てとくんで今回はここまでですかね。いやーちょっとテンションめちゃくちゃ上がったな。松風も手に入って、前田刑事も仲間になって、でまあ猛角たちも仲間になってね。いやーこれちょっと後で期待できますわ速攻ね。ということでまあ次回はね、託されし策ですね、本編やっていきたいと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。